改めてご紹介いたします。資生堂リバイタルグラナス CM モデルを務めます鈴木京香さんと滝川クリステルさんです。これだけあの CM で肌をアップにすることってあまり私も見たことないなと思うんですが、京香さん抵抗はなかったでしょうか？抵抗はなかったんです。あの実はあの海外でロケをさせていただいて、あの海外でロケをしてたその背景がわからないぐらい顔のアップばかりだったので、ね、あの逆に見た時にあこんなに近くまでカメラが寄って撮っててくださったんだと思って逆に驚いたぐらいで、ですから嬉しいです。クリステルさんも、はい、今回 の, そのテレビ CM っていうのは本当にこうグッとカメラが寄るような感じでしたけれども、はい でも意外に前も予測不可能で近いことがあったんですよ実は。なので、まあ、あのでも CM の時は本当に私いつも通りニュースを読むようなスタイルでしたので、はい、いつもと本当に変わりはなかったんですね。ただカメラがもう勝手にといいますかズームしていたようで、それは知らずに撮影されていたので、後で気づいた時にこんなにもう目の色まで分かるぐらいアップになっていたので、うん、それはさすがに初めての経験だったので、うん、後で驚いたっていう感じです。お二人がその始める新しいことっていうのは一体どんなことなんでしょうか？クリスちゃんはクリスちゃんはっていうか、あの滝川さんは本当にここからまた新しいお仕事も始められるし、私にとってでも何も卒業したものが今のところないから、私は何を始めようかなと思って今考えているところなんですが、逆になんて言うんでしょうね、そばでこうやって新しいスタートをまた切られている方とを見ているとやる気は出てきているので、何に関して頑張るかだけこれから見つけて、それに向かって自分もチェンジしたいと思います。このグラナスの今回の商品も殻を破るというこういったキャッチフレーズがありますけれども、うん、本当に自分もそういった意味で今後殻を破ってあの新しい自分に出会うために活動していきたいんですが、まあ、今までは本当に特にスタジオ内で の, あの活動が多かったので、うん、今後は外に出て行って現場に行って見ること、まあ、今まで見られなかったこと、肌で感じていくこと、そういったことをこう経験にしてさらに人間として大きくなっていきたいなというふうにそう感じている次第です。新しい鈴木京香始めます。実証グラナスプラチナムシステム。新しい滝川クリステル始めます。実証グラナスプラチナムシステム。